カルロス・ハビエル・クエジャル・ヒメネスは、スペイン・マドリード出身のサッカー選手。ベータル・エルサレム FC 所属。ポジションはディフェンダー。2000年にスペイン、テルセーラ・ディビシオンの CD からオラにてキャリアをスタートさせる。翌2001年には、セグンダ・ディビシオンの CD、ヌマンシアに移籍。 キャリアアップを果たすと2シーズンでリーグ戦62試合に出場とチームの守りの用として活躍する。2003から2004シーズンにはプリメーラーディビッションの CA をさすなえと移籍する。ここで当時の監督であったハビエル・アギーレに気に入られると、ヌマンシア時代と同じくポジションを確保、UEFA チャンピオンズリーグのグループリーグ進出は、 逃すも2005から2006シーズンのリーグ戦4位獲得に貢献する。そして2007年にはスペインを飛び出しスコットランドの強豪レンジャーズ FC へと加入。ここでもレギュラーとしてプレーする。日本では2008年4月17日のセルティック FC とのオールドファームにおいて中村俊介のシュートを手で止めて退場処分を受けたことで知られているが、 チーム内では1シーズンの所属ながらも絶対的な存在となり2008年のスコットランドサッカー記者協会年間最優秀選手賞を受賞している2008年からはイングランドへとプレーの場を移しアストンビラ FC に所属古豪チームとあってレギュラーに固定されない状況ではあるが各リーグで高評価を得たストッパーとしての能力を活かしている 2012年に、ビラ時代のオンシマーティン・オニールが率いるサンダーランド、AFC に移籍。2014年8月20日、ノリッジシティ FC に加入した。ノリッジ対談後の2015年8月10日、UD アルメリアに1年契約で移籍した。2016年8月12日、イスラエルプレミアリーグのマッカビペタク・チクバ FC に加入。翌シーズンは、 同リーグのハポエル色にキリアットシュモナ FC でプレーすることが発表された。2018年5月15日、ベータルエルサレム FC に移籍した。カーロス・クエラジョインズ・ナリッチ・シティのリッジ・シティ、FC 公式サイト2014年8月20日、エル・アルムリー・ア・シエラ・エル・フィッシュ・エーズ・デ・クエラ、ウン・セントラル・コングラン・エクスペリエンシア・ワイ、エンベル・ゴ・デューラ、 UDR メリア公式ウェブサイト。2015年10月16日閲覧。カルロス・クエラー・フィーシャ・ポルエル・マカビー・ペタティクバ。m-a-r-ca.com。2016年12月17日閲覧。クエラー・エンプレンでウィヌ・オボレト・イエヌ・イスラエル。クエラー24。2017年9月6日閲覧。ワン。2018年5月16日閲覧。 ありがとうございます。